皆さんこんにちは、ダイタラです。ピクミン3デラックスやりましょう。さて、サイドストーリーはそろそろ終わりなのかな、また続くのかな、ちょっとわからないんですけど、今日もオリマーの冒険再びやっていきたいと思います。さて、ドルフィン初号機の開始のためなんか惑星中を探検しているオリバーとルイ君ね、ついにね、1日目からそう6日目までずっと進めてきて、全部プラチナランクでね攻略し続けてきてます。さあ6日目、今日も頑張っていきましょう。水のない水路、果実と金塊を集めよう。原生生物を倒して隠し持っている果実を回収するんじゃが、いかに掛け橋を素早く完成させるかがポイントになりそうじゃなーってやって、というわけで6日目始めていきましょう。スタートじゃ。さあ6日目、この場所には見覚えがあるのだが何かが違う。そうだ、水だ。水がなくなってるのだ。その影響が以前は見られなかった原生生物が住み着いていて危険な状況となっている。しかし多数の果実と金塊をみすみす逃すわけにはいかない。少々無理をしてでもお宝を回収しなければ。というわけで借金返済のために今日も頑張ります。14分、やばくね。食べ物に限らずお宝を全て集めてくるのじゃ。というわけでいきましょうか。さあ初動が多分どうなってんのかな。あ、一緒にいるねこれは。よし、さて初動からまずはルイ君をそこに投げね。さあマップ全体物確認していきましょうか。わからん。ここ通れるっぽいね、この木の下。いっぱい倒していかなきゃいけない。でも思ったより狭いのかと思うけど、ここで何これ、こんな感じで登っていくとここは行けるんだね。どうしようかな。とりあえずルイ君と逆方向行こうか。この辺りは水が枯れてしまったみたいだ。まあ、とりあえずこれ運んでもらって、雑魚敵とかがいっぱいいるから、とりあえずそいつらをね運びつつって感じでしょうかね、ここ辺は。よし、よし、次ルイ君。全部あのちっちゃいやつのね親戚みたいなのがベビー、よし、いる感じ。ここは爆弾はまだちょっと取るのが気が早いな。む、ここにもいるな君が。イエイ。む、君たちだけじゃやっつけらんねえなこれ。なんか綿毛の怖いやつがいるからちょっと一旦逃げようぜ。怖い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 。なんだあいつらは。よし、オリマー、オリマーどうするよ。よし、ちょ、オリマー一旦抜いとく。よいしょ、岩ピクミンもいる。よいしょ、いっぱい抜いちゃった。さて、岩ピクミンはあげるわ全部。赤ピクミンはピギーあげちゃった。さあ、あげたとこでどうするんだって話なんですけど、こっち進めていくか。今ちょっと分断作業がうまくいってないのでね。こいつ何だかわからないから、こいつ倒そうぜ。なにこいつ。あ、やっつけれた。なんだったんだあいつは。あ、爆弾みたいに落としてったけど。なにこいつ。えい、突撃。意外と、まあなんか変なとこに落ちたから、これ運べないやつじゃね、地味に。ね。ほい。運べね、頑張って。へい。あ、運べた？ご苦労様。そう、なんか不思議生物運んでもらったとこで。どうしようかな。こちら側、なんかいっぱいあるから、まずこれ倒すか、ここ。へい。よし、待って待って。まずね、この、こいつやっつけようぜ。いけ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 、頑張れ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 、よっしゃー、ザ最強。ちょっとみんな気が早いよ、気が早いよ、先に高校だよ。これ運ぼうみんなで。で、これも運ぼうみんなで。いや、よくやったよ君たちは。さあこれ運ぶのはどのルートで行くのかちょっと不安を覚えるとこなんですけど、よし、さあ今のうちにじゃあここ抜いちゃおうか。これみんな帰っておいで。よいしょ、抜け。よし、オリマーあっち暇、どうしようか。とりあえず連れていかなあかんけど、あっち。さあまだ100円ですからね、これからってとこでしょうか、おそらく。お仕事の具合的に言えば、ちょっとオリマーがちょっと今ねニートだから、オリマーここ戻っていくから、次運ばせてる間こいつ投げて倒すか。で、当たれ、逃げろ。あー、やべ、爆発聞いてねー、最悪だ今の。やばいなこれ。
今のやらかしですね、完全に。もうバレた。くっそ、あと爆弾当ててやっつけたかったな。行くか、おら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 、岩ピクミンラッシュ。よっしゃ、撃破。ご苦労様。みんなよくやったよ、それは。上出来オブ上出来。よし、その牡蠣みたいなやつも牡蠣だわ。牡蠣、牡蠣。爆弾岩を使って強い原生生物もイチコロだったりして。そんなことあるかな、どうだろうね。だといいね。さあ、チャッピーくんがだいぶ運ばれてるわけだけど、ここは壊せるやつじゃなさそうだね。よし、じゃあここも任しておいて、さあその間にどうしようかな。次ここ行ってみるか。みんな行っちゃった。あ、待ってる子いるじゃん。待ってる子、余ってる子たち次行くよ。ルイくんどうしとこうかな。ルイくん、ルイくん自宅帰って引っこ抜きでもしててもらおうか、しばらくね。分担分担。こっちは、あー、これも回収しとくか、せっかくだしね。え、みんな行くよ。あ、着いたよー。だって待って、ここにこの辺に投げて。やっぱりだと思う。早い早い、気が早い。ナイスー。敵には別に持って帰らなくてもいいって話だったはずなので。この上は何かある？これも、なんもないよね、これ。これ持って帰りたい、みんなも。じゃ、行ってらっしゃい。いいよ、行っていいよ。じゃ、その間にルイ君交代するか。よし。じゃ、みんな次行くよ。じゃ、次でルイ君がこっちね。で、オリマーが、オリマーまずここ回収してきてあげて。よし。ルーイ君。ルーイ君はまずはこいつらをやっつけよう。ルーイ。ルーイ、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 ルーイ。ルーイ。よし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 。でも持って帰らなくていい。でも、うわー、赤いやつか。10匹で勝てるかな。よしよし、いけ、みんな。よーし、ご苦労。次はこいつらや、次はこいつやぞ。行くぞみんな、後ろから。ほい、てい、てい、どうだ。よっしゃ、ご苦労。これ全部やっつけろ。敵は持って帰らなくていいんだよね、確か。おーし、じゃあこれみんなで運べ、突撃。これ運べるかな、ちゃんとみんな運べる位置にあるかな。こっち行かないかな。うっ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫そうだね。みんななんか変な方向行ってる。よし、さあオリマーくん、あー、みんなこれ連れてきてねって話したらね。時間今順調なのかな。お宝が全然取れてないから、ぶっちゃけたところねえ、なんか全然順調感は今ないんだよね、ほんと。みんな行くよ。引っこ抜いてから行くか、じゃあ、せっかくだし。でも30ぐらいいたらもう十分なんだよな、正直言って。おお。あ、橋ができたっぽいな。じゃあ、行くか。今から橋を使って。ここは、ねえ、デン。爆弾置いときなさい。ルイ君。ルーク、爆弾足んねえわ。どうしよう、これ。さあ、みんな行くよ。爆弾ちょっと無駄遣いしちゃったせいで、一個足んないかもしんない。あそこ壊すのに。やばいな。いや、先に、こっち行くか。君たちで。爆弾今、そこあった、下に。ちょ、ここの部分がわからねえからな、上の部分。へい。なんか敵が一体いたんだよね、マップ的に見ると。うえうんちまるかよ。いや、最悪だこいつ。お前らええ加減にせえ。もう最悪だお前、ほんま絶対許さねえ。うわ、心折れるわ。50って何それ。よいしょ、じゃあルイ君に任せるか、そこは。よし、みんな集合。わわ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 わ。じゃ、ここも行ってみんな。はい、爆弾持ってきて。はい、はい。じゃ、集合。はい、ドゥー、ドゥー。うわ、めっちゃ運んできてる。で、ここはなんじゃら？なんじゃら、ほい。またうんち投げ丸がいるじゃん。よし。やべえ、踏まれちゃった、今俺。
さん、やばいやばい、みんな集合。後ろ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 回り後ろ回りアタック、後ろ回りアタック、よし、みんな帰ってきて。で最後はこいつ、いけるかな。おら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 、お前のこと嫌いじゃ、おら。よし、さあ敵倒したらなんか出てきたね、イチゴっぽいのが。あえー、これ原生生物も運ばなきゃいけないんだっけ。結局わかんねえから運んどくか、とりあえず余力あるうちに。オーリマー、わーわー、めっちゃ帰ってきてる、めっちゃ帰ってきてる。残ってる子たちはいる、残ってる子たち、これ運ぼう。時間余りそうだねこの感じ。さあオーリマーもここに帰るって形で、あとどこ、この辺か、まだあとちょっと残ってるな、ミック。あら、そこに敵が、あー、チャピバルがおるんやけどな、そこ。いけいけいけ、弾け飛べ、よーし、ざまみろね。じゃあこいつらを運びましょう、皆さん。よし、みんなで運んで持って帰ってあげて、チェリーも持って帰って、みんなで。む、到着だー、ね、これ終わりそうじゃないか、あっちで。以上、チャッピー運ぶ必要はあるのか言われたらないかもしれないけど、まあ、みんなで運ぼう、楽しくね。さあラスト30、ここだね。これは食べられないや。ちょ、オリマー手伝ってあげよう。もう終わったよね、これで。あとここだけだ。よし、まあ、チャピを運ぶ必要ないんだけど、ね、せっかくなんで運んじゃっておきましょうか。さあこのあとイチゴとね、今持ってきてる持ってきてる持ってきてる、君たちで終わり。意外と14分ってね、ちょっとビビってたんですけど、僕大したことなかったですね、14分っていう割には。で今で10分経過って感じでしょうか。やはり俺も慣れてきたってことですね、このゲーム。よーし、さあシルバーメダルからのゴールドメダルね、いいところまで行きましたね。さあこれで多分終わりだと思います。最後にこの子たちに運ばせて終わりです。なんか1個前のやつの方がめっちゃ難しかったな、なんか1個前とかのやつ、あれなんかね、心が折れるぐらい難しかったんだけど、まあ、クリアできたけど。うおー、運んできてる。おーら、終わったー。というわけで見事ミッションコンプリート。今回ちょっとだけまたピクミンやられたけど、やられた数も割と最小限だったんじゃないかな。フルーツ少ね、ここ。へい。というわけでミッションコンプリート。タイムボーナスが3分も残ってるからめちゃめちゃあるね。記録更新。この気持ちはまたなんかあれじゃ、歌です。イェイ。やんじゃん。一発クリアは強い。回収した果実を見ていると、あの時のコッパイ星人たちを思い出す。故郷の食料不足は無事解消したのであろうか。などと感傷に浸っている間に果実の半分ほどがなくなってるではないか。ルイ君を問い詰めると逃げ出してしまった。どうやら彼が犯人らしいが、放ってはおけまい。なんとか連れ戻してあげなければ。もうそこが優しいんだよな、キャプテンオリは。ね、食べられたら怒って、もうあんなやつほっとけとかならずに、もう食べられたけどやっぱ彼は心配だから連れ戻さなきゃってしちゃうあたりがね、優しさの化身って感じするね、ルイ君がそれに甘えてるんだろうな、ほんと。ねえ、もう、一回怒った方がいいよ、ちゃんと。ははは、ルイを探せだって、次のパート。マジかよ。はい、というわけで、ねえ、これやばいね。だって、まだね、7日目、6日終わった時点でパーツ1個しか集まってないんですよ。これはマジで、10日ぐらいいきそう。わからん。いや、ガチで長く続きそうですね。さあ、とりあえず今回ここまでにしましょうか。ピクミン3デラックスサイドストーリーね。今日もじっくりと1個攻略できました。ね、プラチナメダルで攻略するためにはマルチが必要だっていうのをね、改めてね、再認識できましたね。やっぱ最初はね、やっぱ原生生物運んでね、ピクミン増やして、たくさんのピクミンをね、ルイ君とオリマーで引き連れていくっていうのがすごくいいと思います。本編はね、3つなんですよ。ね、マルチタスクの中でトリプルのタスクだったんですけど、今回は2キャラしかいないので、本編よりはでも楽だと思う。多分ね。はい。面白かったです。それではね、次回の動画でまたお会いしましょう。次回ルイ探